皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の小峰武明です。1ヶ月チャレンジ26日目になります。昨日まではですね、四つ前でのエクササイズをいくつかね紹介していきましたけれども、今日はですね、太ももの前の筋肉をストレッチしていくようなメニューをご紹介しようと思います。太ももの前の筋肉が硬くなることで、立った時にですね、股関節が伸展しづらくなってですね、相対的に骨盤が前傾してしまうので、それに付随して腰椎が反る、反り腰の状態が完成していってしまいますので、しっかりともも前の筋肉っていうのをストレッチしていくことで反り腰がね解消していく方もいらっしゃいますので、ぜひ今日のねプログラム一生懸命やってみてください。それではですね、早速動作の説明をしていきます。まずこのようにマットにですね、足を伸ばした状態で座っていただいたら、片方の膝折り曲げましょう。そして折り曲げた時にですね、膝があんまり外に開かないように極力まっすぐで設定してもらうとなおいいかなと思います。そして今日はですね、体の硬さのレベルに応じて4段階でご説明していこうと思いますので、ご自身のレベルに合った状態をチョイスしていただければと思います。まず一つ目はですね、このような状態から後ろに手をついて体を少し後ろに倒す状態ですね。これでもうすでにパンパンに張るよという方もいらっしゃると思いますので、その方はこのレベル1でやってください。まだまだ余裕があるよという方は、手のひらから肘に変えてもらうと、さらにここのね前の筋肉伸びている感じを感じられると思います。そしてまだまだいけるよという方はレベル3、このまま仰向けになります。この時に骨盤がぐーっと上に浮いてしまったり、こっち側の膝が浮いてきている方はですね、一つ前の段階に戻していただくのが望ましいです。骨盤を下げて、かつ膝は遠くに、かつ床面にぐーっと下ろしていくようにしてもらうと、よりももの前の筋肉が伸びていくと思います。そしてさらに頑張れるよという方は、反対側の足でですね、あぐらをかくようにしてもらうと、膝が浮いてこなくなりますので、よりしっかりとストレッチ効果を生むことができます。ではですね、それぞれのポジションで30秒をですね2セット実施していこうと思います。それでは反対側をやっていきましょう。皆さんの体の柔軟性のレベルに合わせてスタートしていきましょう。それでは2セット目に入っていこうと思いますけれども、1セット目よりも少しレベルをアップした状態で2セット目をチャレンジをしてみてください。
それでは反対側をやっていきましょう。はい、皆さんお疲れ様です。ももの前どうでしょう。しっかりと伸びましたでしょうか。反り腰がある人はもちろんですね、そうでない方もここをねしっかりと伸ばしていくことによって姿勢改善だったりとか歩幅のね拡大等にもつながっていく大事なエッセンスになりますので、ぜひ今日の A 枠でちょっとしんどかったなっていう方はですね、ぜひ続けてみていただくとだいぶ変わっていくかなと思います。そして明日はですね、また仰向けになってできるような枠をね一つお伝えしようと思います。背骨、骨盤、そしてお尻、太もも周りの筋肉もね鍛えていけるような大事なエッセンスになりますので、明日の動画も楽しみにしていてください。それではまた明日お会いしましょう。またねー。